格安航空会社。格安航空会社とは、効率化によって低い運航費用を実現し、低価格かつサービスが簡素化された航空輸送サービスを提供する航空会社である、ローコストキャリアとも言われる。1940年代後半から1945年の第二次世界大戦の終結に伴い、 戦勝国である連合国諸国において民間航空が再興した。また軍で使用されていたダグラス C-47、DC-3 型機や C-54、DC-4 型機、アブロランカストリアンやアブロヨークなどの大型レシプロ輸送機が安価に払い下げられたことからアメリカや一部のヨーロッパ諸国で航空旅行が一般化してきた。1970年代に至るまで ほとんどの大手航空会社、レガシーキャリア、LC は国際航空運送協会と航空会社、各国政府の間で決められた事実上のカルテル料金体系を維持しており、乗客は割高な国際航空運賃を一方的に押し付けられていた。アメリカでは1938年にフランクリン・ルーズベルト大統領が当時アメリカの国策航空会社的存在であった。 パンアメリカン航空のファントリップ会長のロビー活動を受けて設立した CAB、メリカ民間航空委員会の決定により国際線を運航できる航空会社が限られていた。サービスにさらにその運賃設定も CAB と航空会社が一方的に決めていたこともあり、このような国際線のカルテル体制が他国に比べてより一層盤弱なものとなっていた。 パンアメリカン航空は1950年代に世界初の割引運賃を導入したが、元々の航空運賃が非常に高価であったこともあり、格安と呼べる金額ではなかった。1958年にパンアメリカン航空が世界初の座席数が100席を超える大型ジェット旅客機であるボーイング707型機をニューヨークロンドン線に導入した。それに続いて、 1960年代に入ると、日本航空や、エールフランス航空、英国海外航空や、バリグブラジル航空などの国営や準国営を中心とした航空会社がボーイング707型機やダグラス、DC-8 型機、コンベア880型機などの大型ジェット機を相次いで導入した。大手航空会社の急激な新営機の導入を受けて、 長年の間ヨーロッパ大陸と北アメリカ大陸間の主要内道手段であったオーシャンライナー大型客船が完全に衰退した上にそれまで使用されていた大型レシプロ輸送機がチャーター航空会社を中心とした中小の航空会社に格安で払い下げられたこともあり国際線の航空運賃の下落が期待された IATA カルテルは 全校の通り外交や政策から IATA、非加盟の航空会社も捜査し1970年代までの間に一般旅客が格安運賃で航空機を使って国内外を移動する手段はイギリスのモナーク航空やレーカー航空、アメリカのなどのチャーター航空会社が運航するわずかに IATA によって認められていたアフィニティチャーター、旅行クラブの会員など 何らかの関連性があるメンバーのみで乗客が構成された団体ツアー向けチャーター便などの特殊かつ条件付き手段にほぼ限られていた例外はいくつかありアイスランドのアイスランディック航空ラフトリーサー A 名アイスランディックエラインズはジェット化タービンエンジン旅客機への更新が遅れ就航中の北大西洋横断便でアイスランドヨシは所要時間が長くローカル航路に当たり 1964年、この航路にターボプロップエンジンのカナディア CL-44 型機を新規導入した際は全席をエコノミー仕様で IATA が割り増しで認めた追加料金、ジェッ料金は当然対象外で低速長時間飛行の代わりに低価格料金を設定して旅客にアピール、時間に縛りがないバックパッカーたちがこぞって登場した。 パンアメリカン航空や英国海外航空、サベナ航空やルフトハンザドイツ航空などの大手航空会社は、このような IATA カルテルによって守られた割高な国際線の運賃体系と無競争状態、そして政府からの援助の下で高い収益を上げ、それを元にして現在から見れば、豊満経営である経営状況だった。 1970年代に入り世界各国の大手航空会社がこれまでの国際線や国内幹線における主流機材であったボーイング707型機やダグラス DC-8 型機、コンベア880型機などの倍から3倍程度、100から200に対して300から450席の座席数を持つワイドボディの大型機を相次いで就航させた。導入された機材には パンアメリカン航空のトリップ会長の肝入りで開発され、その後パンアメリカン航空や日本航空、KLM オランダ航空やユナイテッド航空などが競って導入した、ボーイング747型機や、マクドネルダグラス DC-10 型機、ロッキード L1011 トライスター型機などがある。大型機の就航が一段落した1970年代半ばには、 多くの大手航空会社において座席数の供給方が深刻化した上に、やつぎばの大型機の導入による設備投資が経営を圧迫した。1973年10月に中東において発生した第4次中東戦争や、これを受けて同月に起きたオイルショック。1978年末のイラン革命を受けて起こった第2次オイルショックを受けて世界的な長期不況に握り、 旅客数が減少し、収益が悪化した。その結果、多くの大手航空会社は空席を埋めるために、これまで自らの身を守り続けてきた IATA カルテルの範囲を大きく離脱しない、範囲で自主的に割引運賃を導入せざるを得なくなった。フレデリック・レイカーによる会社設立以降、長年の間アイラフィニティチャータービンを運行していたレイカー航空が、 これまでの企業本位とも言える不自然な状況を打破すべく既存の大手航空会社の割引運賃を大幅に下回る格安マウな運賃によりスカイトレインのブランド名で1977年にロンドン、ガトウィックニューヨーク、ニューアーク線などの大西洋横断路線参入した当初の運賃設定は食事などのサービスは含まれていなかったものの 従来型の3分の1の価格で人気を集め、初年度で黒字決算を達成している。ベーカー航空は格安運賃を求める多くの利用者、その多くは大学生などの若者のバックパッカーを中心とした個人客であったから指示を受けて、イベリア航空やアリタリア航空、サベナベルディ航空などの IATA カルテルの恩恵を受けて割高な国際航空運賃を維持していた。 既存の大手航空会社を押しのけ、1981年には大西洋横断路線において6位のシェアを獲得した。対岸のアメリカでも、1978年にジミー・カーター政権によって施行された新規航空会社の設立や、路線開設が事実上自由化されたの影響を受けて、1981年にドナルド・バーによって設立され、 既存の大手航空会社の割引運賃を上回る格安な運賃で大西洋横断路線やアメリカ国内線に就航したピープルエキスプレス航空やそれに先立つ1971年に設立され航空規制緩和を受けて急速にその規模を拡大していたエアフローリだが格安航空会社の走りとして脚光を浴びた大西洋横断路線を主軸にしていた格安 航空会社は、パンアメリカン航空や、トランスワールド航空、ブリティッシュエアウェイズなどの大西洋横断路線を、主要な収益源の一つとして運航していた寸での、大手航空会社や IATA の意を組んだ、イギリス、アメリカ両国政府による政治的圧力を受けたと言われる。レーカー航空は、ボンド US ドル間の為替が不利に転じたタイミングで十五機の飛行機に対する債務を抱えたことや、 競合するパンアメリカン航空等の大手航空会社が従来の3分の2の運賃に引き下げたことで競争が激化し収益が悪化したことを受け1982年に倒産した。レーカー航空の倒産は同じイギリスのリチャード・ブランソンによるバージンアトランティック航空設立に大きな影響を与えた。また同じく大西洋路線を格安運賃で飛ばしていた。 ピープルエクスプレスもアメリカン航空等の CRS システムを駆使した戦略、ピープルの競合路線において、積数限定でピープルと同じ運賃に引き下がるにより乗客を奪われ、さらにフロンティア航空の買収負担による収益悪化が致命傷となり1987年にはコンチネンタル航空に吸収合併された。 格安な国際航空運賃を求める消費者の声は収まることがなく、このような消費者の声に応えるべく、1970年代には、新興の航空会社が各地で低価格サービスを開始しては、ほどなく、破綻を繰り返した。その一つ、1975年タイのエアサイアムは、バンコクイコール香港イコール、福岡イコール、ホノルルイコールロサンゼルス線を運行。 1976年12月29日に運航停止した。1980年代に入ると、ヨーロッパやアメリカ、日本などの多くの先進国においても、キャセーパシフィック航空や大韓航空、シンガポール航空などの IATA 非加盟、現在は3社とも加盟しているで、既存の航空会社の割引運賃を大きく超える安価な運賃を売り物にした。 航空会社の勢力が増してきた。その上、IATA 加盟航空会社でないことから、エコノミークラスにおいて、アルコール類や映画用や本が無償で提供された。多くの会社がカルテル運賃にとらわれない団体ツアー向けの航空券などの格安航空券を個人向け市場に流通させたために、国内線、国際線を問わず、世界的規模で価格競争が進んだ。 同時期には IATA カルテルが代表する既存の大手航空会社と政府が結託した結果起きていた航空運賃の高止まりに対する批判の声も高まった同時に IATA 加盟非加盟双方の航空会社間での価格競争が進んだ結果1980年代半ばには IATA に加盟している既存の大手航空会社においても カルテル運賃システムが崩壊した。これらを受けて、既存の大手航空航空会社も IATA 非加盟航空会社のそれと肩を並べる正規割引運賃を相次いで導入した。その他に団体ツアー向けの格安航空券を旅行代理店などを通じて個人家市場に流通させるようになり、航空会社同士の価格競争がさらに進んだ。 新興格安航空会社が大きな成功を収め、無駄を省き効率を追求したビジネスモデルが世界各国で高い注目を受けた。その例としてアメリカのサウスウェスト航空は航空規制緩和の影響を受けてアメリカ南西部を中心に地道にその勢力を伸ばしてきた。アイルランドのライアンエアーは1992年に合意された EU の航空市場統合、 航空自由過後に、より安価な航空券を求める市場の声に対応して、ヨーロッパ圏内の中、近距離国際線における格安空会社としての新たなビジネスモデルを確立した。イギリスの EG ジェットは、インターネット経由の直販というビジネスモデルを全面に押し出して、コスト削減と個人旅客の取り込みに成功し、南北、アメリカやヨーロッパにおける、 オープンスカイ政策の展開やアジア、特にアセアン諸国内における同様の政策の展開や各国における所得の向上を受けて1990年代後半から2000年代初頭にかけてサウスウエスト航空やライアンエアーのビジネスモデルを受け継いでアジアやオーストラリア、中南米などでも各国の国内線や近距離国際線を運行す。 格安航空会社の企業が相次いだ。格安航空会社の運賃に対応できなくなった既存の大手航空会社の乗客の多くがこれらの格安航空会社に流れたことや価格競争の激化によって既存の大手航空会社のシェアは下がった。2001年9月に発生したアメリカ同時多発テロ後の国際航空需要格の一時的な減少や 2003年3月に開戦したイラク、戦争以降の原油価格の高騰などにより、経営状況は悪化した。2000年代に入ると、スイス航空やサベナ航空、ユナイテッド航空や、バリグブラジル航空などのかつての IATA カルテル下では、繁栄を謳歌していた、既存の大手航空会社が、相次いで、経営破綻、倒産し、そのうちのいくつかは姿を消すこととなった。 デルタ航空やユナイテッド航空、タイ国際航空やシンガポール航空、スカンジナビア航空や、ルフトハンザドイツ航空などの既存の大手航空会社が、格安航空会社のビジネスモデルを部分的に取り入れた、子会社の格安航空会社を相次いで設立した。格安チャーター便専門会社による定期運航の格安航空会社への相次ぐ業態変更やオアシス、 香港航空のような長距離国際線を格安運賃で運航する各航空会社やシルバージェットのような長距離国際線のビジネスクラスを格安運賃で提供する格安航空会社の登場など航空ビジネスにおいて格安航空会社の存在は業界の勢力図を塗り替えるほどの大きな影響を与えている格安航空会社の台頭の影響を受けて さらなるコスト削減のために、大手航空会社は格安航空会社のビジネスモデルであるインターネット経由の直販と、さらなる安価な正規割引料金を取り入れた。その結果、旅行代理店経由での格安航空券の販売数が減少を続けており、IATA カルテリ崩壊後の1980年代に世界各国に広まった大手航空会社が、 団体ツアー向けの格安航空券を旅行代理店を通じて個人向け市場に流通させるというビジネスモデルが終焉を迎えつつあるという評価も多い。多くの大手航空会社が旅行代理店へ支払う航空券の販売手数料の引き下げを行い、いくつかの航空会社は販売手数料自体の廃止を行った。これは格安航空券の販売手数料を 収益源の一つにしていた旅行代理店の収益構造の悪化を招いただけでなく格安航空券の販売手数料を最大の収益源にしていた中小の旅行代理店の多くが事業停止に追い込まれた。格安航空会社の台頭は世界規模で進んだものの2000年代後半に入り比較的に格安航空会社の歴史が古いヨーロッパやアメリカにおいて 格安航空会社同士の客の奪い合いとそれがもたらす値競争による収益性の悪化2008年に入ってからの世界的な燃料の高騰を受けて経営破綻に陥る格安航空会社が相次いだ。格安航空会社が市場規模に対して増えすぎた上、その成り立ちから経営体力が比較的弱く本格的な淘汰の段階に入っている。 アメリカだけでも2008年の上半期だけで、フロンティア航空と ATA 航空、スカイバス航空、マックスジェット航空と5社の格安航空会社の経営が破綻した。アジアやヨーロッパ諸国においてもオアシス、香港航空やシルバージェット、ビバ、マカオなど複数の航空会社が経営破綻に追い込まれた。1990年代後半から2000年代にかけて、 既存の大手航空会社が、子会社の格安航空会社を相次いで設立したものの、デルタ航空、ソングやユナイテッド航空、カナダ航空、エアカナダ単語、ブリティッシュエアウェイズ、ニュージーランド航空、フリーダムやをはじめとして、親会社の顧客を奪ったり、価格競争に巻き込まれ、事業閉鎖や業態変更している例がある。格安航空会社の歴史は、 比較的浅いが1990年代以降に東南アジアにおいては各国政府による積極的な航空自由化が推し進められている。さらに急激な経済成長を背景にした所得の向上に伴い航空機の利用者数が急増している。マレーシアやタイ、インドネシアや南西アジアの大国であるインドを中心に急成長している。これらの地域においては マレーシアのエアアジアやインドのインジゴ、インドネシアのライオンエアを代表に独立系の格安航空会社も多い。それらに加えて既存の大手航空会社が格安航空会社の子会社を持つケースも多い。シンガポール航空がタイガーアイアをタイ国際航空がノックエアをカンタス航空がジェットスターアジアを設立し、これらを成長著しい東南アジア地域内及び、 中華人民共和国南部をはじめとした短距離国際線に投入するなどその対応を強めている。しかしこの波に対応できなかったマレーシア航空はマレーシア政府によって赤字続きの国内路線をエアアジアに移管させられた。インドネシアのガルーダインドネシア航空やフィリピンのフィリピン航空などの他の既存の大手航空会社、その多くが国営、もしくは 半官半民の国策企業であるも、国内や近距離国際線における競争激化が進む中で、慢性的な赤字経営が続くものの、抜本的な経営改革が進まず苦慮している。その一方、中華人民共和国では、これまで国内における航空会社間の競争が激化していたにもかかわらず、格安航空会社が存在していなかった。2004年に行われた、 航空業規制緩和を機に、初めての民間資本系格安航空会社の春秋航空が発足した。同じく格安航空会社が存在していなかった大韓民国においても、最終を本拠地とした新興格安航空会社のチェジュ航空が営業を開始し、大韓航空自身も格安航空会社のジニエアを設立した。しかし、 結果的に採算が取れずに運行を停止したものも多い。2006年には、ボーイング747から400で、香港ロンドン間という長距離国際線を運行する格安航空会社であるオアシス、香港航空が運行を開けし、その新しいビジネスモデルの製品に注目が集まっていたが、燃料価格の高騰で、経営状況が悪化し2008年4月に運行を、 停止した。他にも、タイのワンツー、ゴー航空やインドネシアのアダム航空が死亡事故を起こした末に運航を停止した後にワンツー、ゴー航空は運航再開。2010年3月28日には経営不振が指摘されていたビバ・マカオがマカオ政府から財政支援を打ち切られ運送事業許可を取り消された。域内の航空自由化が進められてきた。 EU 域内において格安航空会社はすでに20%以上、イギリスに関しては50%のシェアを確保していると伝えられる。アイルランドのライアンエアやイギリスの e g ジェットは2004年の旅客実績においてブリティッシュエアウェイズを上回るなど格安航空会社の中には従来の大手航空会社と存色なき規模を有する会社もある。そしてライアンウェアは エアリンガスの買収に名乗りを上げるほど成長している。格安航空会社の多くはコスト削減のためにフランクフルトハーン空港やロンドンスタンステッド空港、ロンドンルートン空港に代表される不便な空港を使うことが多かった。その一方で最近ではブエリング航空のように大手航空会社と同じ空港を使用するなど 大手航空会社と同様の高い利便性を売り物にしている格安航空会社も出てきており大手航空会社の顧客を奪っている。アリタリア航空やエールフランス航空、KLM オランダ航空などの高コスト体質の航空会社はこのような動きに対応できなかった。高コストの会社は収益性の高い長距離大陸間路線においては未だに 大きなシェアを持っているものの EU 域内マーケットにおいてはこれらの格安航空会社に客を取られたために軒並み乗客数減少したさらに昨今の急激な燃料費の高騰を受け経営不振に陥り他社との経営統合や身売りを余儀なくされているまたルフトハンザ航空やスカンジナビア航空ブリティッシュエアウェイズなどの多くの既存の大手航空会社は 格安航空会社の子会社を作り EU 域内路線の一部をこれらに関することで状況の打破を模索している。さらに比較的経済規模が小さく収入が低い東ヨーロッパへの EU の拡大により今後も EU 圏内における格安航空会社のマーケットが拡大することが見込まれているためにドイツやイタリアオーストリアなどの既存の EU 各国において新たな 格安航空会社の設立が相次いでいる。また、格安航空会社による大手航空会社や、チャーター便運航専門航空会社の買収や、エアベルリン、2017年破産やトムソン航空、現、ついエアウェイズなどの既存のチャーター便運航専門航空会社による定期運航の格安航空会社への業態変更も相次いでいる。アメリカ国内において、 サウスウエスト航空などの格安航空会社は、かねてから安定したシェアを確保していた。2001年9月のアメリカ同時多発テロ以降、ユナイテッド航空やデルタ航空、ノースウェスト航空やアロハ航空などの既存の大手航空会社が破綻、もしくは連邦倒産法第11章を申請し、経営を再建していた。しかし、大手格安航空会社のサウスウエスト航空や、ットブルーは、 堅調な経営を続けシェアを伸ばし続けているほか、バージンアメリカやスカイバス航空などの新規格安航空会社の市場参入は相次いだ。そのような中で既存の大手航空会社は株主の厳しい要求のもと連邦倒産法第11章による保護下でパイロットの人件費を中心にコスト削減を行い、その中でいくつかの大手航空会社は 子会社とて格安航空会社を持った。合わせて、ユナイテッド航空や、ノースウェスト航空、コンチネンタル航空などの豊富な国際線を持っていた、大手航空会社のいくつかは、収益性の高い国際線の、さらなる効率化を図ることで活路を見出そうとした。この結果、人件費については格安航空会社の、相対優位性が低下したとの評価もある。しかし、 格安航空会社に対抗する切り札と新たなビジネスモデルを模索することを目的として既存の大手航空社が子会社として設立した格安航空会社は成功を収めることなく事業が廃止されアメリカ国内市場における格安航空会社の優位は続いている廃止された会社にはシャトルバイユナイテッドやテッド二者ともにユナイテッド航空の子会社やソング デルタ航空の子会社、コンチネンタルライト、コンチネンタル航空の子会社がある。その反面、市場規模を無視して乱立した格安、航空会社同士の過藤競争と、その結果として起きた価格競争による収益悪化、それに追い打ちをかける形で起きた燃料費の高騰により、2008年に入り多くの中小規模の格安航空会社が経営破綻した。 2017年5月、スピリット航空ではパイロット不足が原因で、1週間に300便が欠航する事態となった。会社側は、労働組合による違法な退業が原因として、アメリカ連邦裁判所に訴えを起こしている、人件費を削減し続けるモデルに限界があることを示す事例となった。ブラジルは、 国土が広大で人口が多いために古くより航空業界の動きが活発である。2000年代に入り、同国発の格安航空会社である、ゴル航空は、同国において、低、中所得者層の主要な長距離交通手である、長距離寝台バスと比較できるほどの格安価格で、国内線に参入し大きな成功を収めた。2008年現在、同社は、 ブラジル国内線において最大のシェアを持ち近隣諸国への近距離国際線を運行する。バリグブラジル航空2006年に破産を買収して傘下に収めるなど、その路線もを拡大し続けている。また2000年代に入り、格安航空会社の躍進により、バリグブラジル航空と同じく古くより、同国の主要航空会社であったバスプ航空や、 トランスブラジル航空なども運航停止した。ゴル航空の成功に影響され、同じブラジルのタム航空が国内線において格安。航空会社への業態変換を行い同じく、成功を収めただけでなく、ブラ航空やフレックス航空、エア、パンタナールなどの新行格安航空会社が次々に誕生するなど、長年大手航空会社が牛耳っていた。同国内の勢力図は、 数年のうちに一変した。また、ブラジルのみならず、メルコスウルカ名コ経済が安定した隣国のアルゼンチンや、1990年代以降安定した、経済成長を続けるチリ、1億人近い人口と成長を続ける経済、そして豊富な観光資源を持つ上に、隣国にアメリカという巨大なマーケットを持つメキシコ、などの南アメリカ諸国の多くで、 新規格安航空会社の参入や既存の航空会社の格安航空会社への業態変換相次いでいる。オーストラリアの大手航空会社がカンタス航空のみだったところにイギリスのバージンアトランティック航空が子会社で格安航空会社のバージンブルー、現在のバージンオーストラーを設立し、ほぼ同時にという格安航空会社もでき、 オーストラリアにも格安航空会社乱立の時代に突入した。カンタス航空は日本船を中心にオーストラリアン航空を就航させ、その後、カンタス航空はインパルス航空を買収、格安航空会社の子会社であるジェットスター航空を設立し、その後、リゾート客の多い中距離国際線を中心にその路線を拡大するなど、オーストラリアにおいて国内外における、 航空業界の変化がアンセットオーストラリア航空の破産に伴い進んだ。破産したアンセットオーストラリア航空は一度黒字路線のみ、復活したが、半年ほどしか持たず再度、休止、消滅した。さらに、カンタス航空は2006年を境に、オーストラリアン航空の業務停止を行い、すべての業務をカンタス航空にて行うことにし、随時安価なリゾート路線は、 ジェットスター航空へ移行を行っている。日本戦では、ケアンズ名古屋、ケアンズ大阪は、それぞれ2007年8月、9月に、カンタスより、ジェットスターへ移行されているが、2008年に、入ってからの急激な燃料高騰を受け、これらの日本路線を含む、国際線の大幅な減便を行うなど、さらなるリストラを行っている。日本では、航空業界の規制緩和を機に、 スカイマーク、エルデューをはじめとする定例運賃の新規航空会社が参入した。これらの航空会社は格安航空会社を名乗ってはいないが、スカイマークは国外格安航空会社のビジネスモデルに習い、サービスの簡素化など格安航空会社に近いビジネスを展開している。1998年9月の初就航の際は大手航空会社の普通運賃半額。 羽田福間当時13,700円で就航させて話題を呼んだ。2000年代後半より外資系格安航空会社の国際線参入が相次いでいる。2012年には新規国内格安航空会社3社が運航を開始、格安航空会社元年となった。これまで飛行機を利用したことのなかった新規需要層の取り込みも期待される。ノットは ピーチアビエーション、バニラエアを参加に収め、2015年から収益軌道に乗せている。格安航空会社は、企業理念、規模や出身国の文化、空港側の事情といった背景によって、各社ごとに多少の違いがあるが、ほとんどが以下のようなコスト削減手法を採用することで、従来より低価格の賃でも安定した運行を可能にしている。 機内サービスの簡略化は、ノーフリル、無、装飾の意図も呼ばれる。格安航空会社のほとんどが燃料消費率に優れ信頼性の高い、中型ジェット旅客機を用いた、ポイント2ポイント方式での短距離や短中距離の路線を運行している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。